卑弥呼の墓という説がある奈良県桜井市の箸墓古墳を上空から3次元で測量した地図が公開されました。これは奈良県立橿原考古学研究所と東京の航空測量会社アジア高速が作成したものです。ヘリコプターで上空からレーザー光を当てて測量し、四角い前の部分が三段構造と分かりました。橿原考古学研究所は初期の前方後円墳の形や作り方の変遷を考える上で貴重なデータとしています。